今日が7月21日の金曜日ですね。今日もプレートの配送があるんですけども、 U パックお手軽版っていうのはできたんで、まあ、そっちの方が安いんでそっちにしたんですけども、郵便局まで行かなきゃいけないんですね、これね。ちょっとまあ大変ですよね。まあでも箱分がなくなったんですよね。箱分はファミマでやってたんですけども、やっぱ採算合わないんでしょうね。 U パックはローソンでできるらしいですけど、今は使えないということで、まあ、運送業界もいろいろ大変ですよね。ちょっと配送に詳しくなるんですけどもね、プレート類はできるだけ安い方法で送ってますからですね、3箇所に送らなきゃいけないから大変ですね。特に大物は大和便とかですね、性能運輸さんで送ってますんで、これは、カーリングベンチですね。これ大人気のアジャストベンチですね。まあすると、ダンベルの人お問い合わせが多いですね、やっぱりこっちのね、数字がついたやつ。これも今度8月にやっていきますんで、まあとにかくですね、まあ、配送方法はですね、重たいからなかなか考えないと難しいからですね、だいぶ詳しくなったんで、まあ、しっかり送りたいと思います。